ぎ屋しみ。どうも、いらっしゃいませ。ウルギ屋しみです。本日はですね、だいぶこってりしてます。こってりヴィンテージカバーオールご紹介していきます。本日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。本日カバーオールなんですけれども、まあ、ちょうどよくですね、60年代、50年代、40年代っていうですね、4、5、6と、まあ、年代違いのカバーオールが今ちょうどありますので、そちらをちょっと見ていこうかな。結構面白い比較になると思いますので、見ていっていただければと思います。まずですね、カバーオールとは何ぞやっていうところなんですけれども、もう簡単に言ってしまえば作業着ですね。すごい昔の作業着です。よくカーハートとかでもこういう形のジャケットあったりするじゃないですか。ダック地でオーバーオールの上にこうやって着られてたりとかする作業着ですね。昔ながらの作業着っていうようなものでございます。シャツジャケットタイプといいますか、こう襟がついて前立ってあってみたいな、ポケットがあってみたいな、こういうものをですねカバーオールっていうんですけれども、これが60年代の1枚。タグがなくてノーブランドなんですけれども、ボタンがこちら。おそらくこれはストア系のどこぞのブランドがこう作ってる一着かなと思うんですけれども、これ60年代の1枚なんですけれども、もう十分ねヴィンテージのオーラ漂ってますね。このデニムの素材感、生地感、まあ60年代から70年代にかけてかなっていうような1枚でですね。でこれが80年代ぐらいのですねオーバーオールなんですけれども、やっぱこのデニムの質感を比べてでもですね、綺麗な縦落ちっていうか、こうべったりしてないザラついたこうインディゴのこの生地感、デニムの質感っていうのもこうヴィンテージの雰囲気を楽しめる一着かなっていうような一枚でございます。これが60年代から70年代にかけての一着でございました。続きましてこちら。こちらはですね50年代頃の一着。こちらもタグは欠損しているんですけれども、ボタン見ていきますと、おしこしビゴシュ書いてありますね。古いおしこしの一枚でございます。先ほどとはですね結構打って変わって、結構ねこうごちゃついてるっていうか、これはすごいシンプルじゃないですか。だいたいね60年代70年代ぐらいのカバーオールって、まあブランドにはよるんですけど、結構こういうような、シンプルな形にが多くなってきますね。一方こちら50年代ぐらいの一着なんですけれども、このねポケットがこう角張ってる雰囲気ですとか、すごいカクカクしてますよね。この角張ってる雰囲気ですとか、このボタンの、このボタンあると思うんですけれども、この首振りボタンって言ってですね、こう首が動くような形で、まあこれおしこしにの特徴なんですけれども、古いのはですねこのピコっていうね凹凸があったりとかして、こういうのがこうフィフティーズの特徴だったりしますね。でもう一個特徴的なのはですね、まあ先ほど角張ったポケットと言ったんですけれども、古いワークモノの特徴ですね、こういう角張ったポケットね。こちら胸左右で非対称ですね、ポケットが。で、ここにペン差しがあって、ここに穴が開いている。こっちに穴が開いてないんですね。まあ、これはどういうものかっていうとですね、昔は腕時計みたいなものがあんまりこう普及してない時、懐中時計あるじゃない、こう、チェーンがついてる、なんか名探偵コナンみたいな時計。よくわかんないけど、懐中時計、まあ、ググってくださいと。そういうものをですね、ここにピュッて入れたりとかして。で、ここに、これにはないんですけれども、ここにもう一個ですね、ボタンホールが開いていて、ここにチェーンを止めて、ここにピュッと。さ、そういうディティールも多かったりしますね。で、なんといってもこのデニムの質感ですよね。この縦落ち感ね、これはもうこのフィフティーズらしいこのヴィンテージ感。あともう一個古いワークモノで特徴的なのがこのトリプルステッチですね。頑丈そうでしょ、ワークモノっていうような印象の一枚です。あともう一個特徴的なのはですね、この袖口がこう2枚になってる構造とか、こういうのは結構古い、カバーオールの特徴だったりしますね。ガチャポケでこういうところが、2枚だったりとか、トリプルステッチで首振りボタンですとか、こういうのは結構古いカバーオールの特徴だったりします。ということでこちら50年代のカバーオールでした。さて本日のラスボスです。もう息粉が違います。全然息粉が違う。これは40年代後半頃のヘラクレスというワークブランドの一着、ビッグマック、シアーズ、モンゴメリーワードとか聞いたことありますでしょうか。シアーズっていうストアブランドのプライベートブランドっていうか一ブランドでございますね。結構ワークものとかハンティングものとか、そういうものを中心に出していたブランドで、タグは欠損しております。ボタンを見るとこちらヘラクレスとなってますね。じゃあこいつをちょっと見ていきましょう。まずですね、オーラすごいよもう雰囲気プンプンだなっていうのはなんとなく多分誰が見てもわかると思うんですけれども、ボタンの数見ていきましょう。1、2、3、4、4つボタンですね。先ほどのこちらなんですけれども、1、2、3、4、5、5つボタンです。ブランドは違えどですね、ヘラクレスももうちょっと古い30年代だったり50年代だったりすると5つボタンで構成されてますと。しかしこれは1、2、3、4、 4つボタンです。あともう一つ見てみましょう。こちら裏返すとですね、ダブルステッチになってます。あれ、さっきもっと頑丈なトリプルステッチだったはずなのに、あれダブルステッチやろなみたいな。で30年代50年代はトリプルステッチです。この40年代
台だけなんか4つボタンだしダブルステッチになってるしなんか簡素化されてると。これなぜかと言いますとですね、第二次世界大戦の物資統制ですね、こう物資が限られた中でしか調達できないっていうところで製造された一着で簡易化されているものでございます。リーバイスもありますよね、耐性モデルとか。スレキがヘリンボーンツイルだったりですとか、アーキュエイドステッチが縫われていないとか、こう対戦モデルって言われるものあるんですけれども、カバーオールにもありまして、これはもろ対戦モデルの特徴が含まれた一着と。でこちらはおそらく40年代の後半の一着です、戦後の一着ですね。っていうのもボタンがこちらのボタンが使われていて、これは40年代から50年代とかに使われていたボタンです。でもっと古くなると、まずこの2つのポケットがなくなります。要はフロント2ポケで、このボタンも月桂樹ボタンとかになったりしますね。っていうところを鑑みて、まあこのボタンが使われていて胸に2つポッケがあるなみたいな、そういうところから、まあ40年代の後半で物資統制っていうのは戦後も続きますと。戦争が終わっても続いていて、そこから徐々に緩和されていくんですけれども、緩和されていって、さあ50年代に入るぞみたいな、こういうもう資源をふんだんに使ったこのね生地も2つになってるしみたいな、こういうのに変わっていくぞっていう、そのちょうど中間地点というか、戦争が終わって50年代に向かっていく中での一着ですね。先ほどの古い特徴も捉えていて、角張ったポッケですね、全部角張ってると。左右非対称のポケット、これもですね、ここだけ開いていて、偏差値があってここだけ開いていますよみたいな、まあ懐中時計を入れるようだよみたいなところですね。あとこれはちょっと若干 A ラインですね。このラウンドした裾にジャケットのようなラペル、こうジャケットっぽいです、テーラードジャケットっぽい要素で、なんといってもですね、この生地の質感、このデニムの生地の質感がむっちゃフォーティーズっぽい。この生地の質感がすごいなんかこう40年代のデニムの質感っていう感じがしますね。ちょっと深いインディゴの深い感じで、ザラついた縦落ちっていうのが、なんかこう言葉では伝えるの難しいんですけれども、先ほどのと比べてみると、このねちょっと深みのあるザラついたインディゴの縦落ちみたいな、伝わってるかな、そういうのがもうフォーティーズっぽいなみたいな気はしますね、私的には。これ並べていくと、すごいなんかこう、チープに感じてしまう問題発生してるんですけれども、もうこれでも十分ヴィンテージのオーラ漂ってます。それなぜかっていうと、これがちょっとラスボスだからですね。だいぶラスボスですね。っていうところで、ヴィンテージはちょっとハマってしまうと、本当に大事故起きます。沼なんで、そのまま沈んでいきます。お気をつけくださいませ。はい、ということでですね、60年代から70年代にかけてのカバーオールを羽織ってみたんですけれども、いかがでしょうか。だいぶこってりとしたアメカジスタイルなんですけれども、ちょっとこんぐらいさ、アメカジを楽しむのもありじゃないでしょうか。いかがでしょうか。はい、ちょっとですね、カバーオールを変えて40年代のヘラクレス着てみたんですけれども、いかがでしょう。もう全然なんか雰囲気違くなってますね。なんかこってり感が増してますよね。このヴィンテージこってり加減が増してるもうめちゃくちゃこってりしてる。あとなんかこの着た時の雰囲気、ラペルとかのこの雰囲気とかも全然違う形かと思うんですけれども、こういう差がありますね。もう本当にガッチガチヴィンテージの質感が漂ってます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日カバーオールのご紹介でございました。まあ年代によってそれぞれ、3冊3用違うディティールがあって結構面白かったと思います。ということで動画ここまでとしたいと思います。こちらの動画面白かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとインスタグラムですね、インスタグラムのチェックどうぞよろしくお願いいたします。古谷しみでした。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。中目黒の古着屋、古着屋しみをよろしくね。